きまして連盟会長佐藤和夫様お願いいたします。姿を正して礼。西田の皆さん、おはようございます。ただいまご紹介に集まりました真岡市バレーボール連盟会長の佐藤和夫といいます。一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。まずはこのような素晴らしい大会、今年27回目開催していただいております真岡ロータリークラブ竹石会長さんもはじめメンバー各員に感謝申し上げます。ありがとうございます。今日のチームを見ますと、先ほども秘書さんからも話ありましたように29チーム市内外県内から見てみますと、下津が烏山からこの大会に参加をしていただきましてありがとうございます。真岡市民を代表いたしまして感謝申し上げます。選手の皆さんは日頃からきつい厳しい練習に耐えて今日の試合に臨むと思いますが、日頃の練習の成果を十二分に発揮していただいて、優勝その2文字を勝ち取るために一生懸命頑張っていただきたいと思います。ちょっと話は変わるんですが、選手の皆さんはトイレの神様という歌知ってますか？知ってますよね。上村かなさんという方が歌った歌であります。上村かなさんの話ちょっとさせてください。上村かなさんという方は約6年前にシンガーソングライターとしてデビューしました。しかしながら私ちょっとインターネットで調べましたら、その約6年間の間に11枚の CD 出してるんです。でも全く売れなかった。どうしてなんだろう、きっと悩み悲しみ、そして時には涙していたんじゃないかなと思います。そんな時におばあちゃんに聞いたトイレの神様の歌を思い出して、そうだこの歌をちょっと曲にしてみよう、そんな素直な気持ちになって歌にしました。そしたらおばあちゃんとの思い出を歌にしたら9分52秒という長い歌になってしまった。普通歌は本当にね3分5分で終わるのに9分52秒、でもおばあちゃんとの思い出を語る歌うのにはこんだけの時間が必要だ。でもどうしてもこれを歌にしたい、したい。そして出したら大ヒット。そして皆さんもご存知のように12月31日大晦日の日も紅白歌合戦で歌っております。これはどういうことでしょう。まず何といっても上村かなさんという方は歌が大好きだったからだと思います。そしてもう一つ大きいことは絶対に諦めない、そのことだと思います。ちょっとバレーボールに戻ります。これも同じだと思います。皆さんはいろんなきっかけでバレーボールを始めました。そして練習に耐えて、そして今日の試合に臨むわけであります。バレーボールが大好き、絶対に諦めない、そんな気持ちで今日一日臨んでください。私の好きな言葉に焦らず慌てず諦めずという言葉なんです。その言葉ちょっと今日耳にちょっと入れながら今日一日素晴らしいプレー期待しております。そして大変寒いですので、ね、十二分にウォーミングアップしていただいて怪我のないように今日一日素晴らしいプレー期待しております。私もね今日一日皆さんの素晴らしいプレー見させていただきたいと思います。頑張ってください。おります。姿を正して礼。